こんにちは。現在福岡を中心に日本全国世界にも進出し、フィットネス×エンタメを通して健康的な社会を作ろうと活動しているパーソナルトレーナー兼フィットネスインストラクターのゆうたです。今日も元気に体の勉強していきましょう。さて、今日は内面を観察、脳疲労を改善する気づきと需要の2ステップという内容をお話しします。前回はですね、脳疲労の原因と対策についてお話をしてみました。今日は気づきと需要の2ステップということで、前回はマインドフルネスを継続する、これをすることによって目の前のことに集中する力を鍛えられる、鍛えられるというか、整えられるということができます。そして、内臓、脳も含まれるんですけども、コンディショニングにも影響がありますよということで、やっぱり自分自身に目を向けるということが重要だよということをお話ししてるんですね。で、今日は結論からお話ししていくと、感情をコントロールするということです。これは根性とかで感情を何とかしなさいっていうわけではなく、手段を用いて行うということをしていきたいと思います。気づきと需要ということで、僕はマインドフルネスを深く学んだわけではありませんが、共通して大切な部分と考える内容をお話ししていきます。で、マインドフルネスで行うべき最初のステップは気づく力、アウェアネスっていうふうにも言うんですけども、ちょっと僕が今発音がおかしかったですね。はい、アウェアネスっていう感じですけども、まず何か一つの感覚に意識を向けて、それを観察する。分かりやすいのは呼吸です。ここで重要なのは、ただ一つのものに集中して入り込むということです。じっと観察を続けていると、次第に細かな変化に気づけるようになります。例えば今自分の呼吸について少し意識を向けてみましょう。今日の呼吸はどうでしょうか。例えば早いなとか遅いなとか、荒いなとか、ちょっと浅いなとか、そんな形で今の呼吸に対して気づきを得るということです。それを観察していくんですけども、ちょっとここでですね、重要なのは、呼吸が遅いのがいい悪いなどは判断しないでください。これがありのままの現実を受け入れるということです。今日は呼吸が遅いな、早いな、ちょっと荒いなっていうふうに気づきをそのまま受け入れる訓練をしてみてください。そうすると、次第に全ての物事を客観的かつあるがままに見られるようになっていきます。これはもちろん少しずつやっていくことでそうなるよってことなんですが、これが、2段階目の受容という段階になります。アクセプタンスというふうにも言います。自分がですね、今感じていることを少し引いた自分が見ているような状態です。こことても重要なんですが、なぜ受容するというステップが必要なのかっていうと、自分の主観的な感情に巻き込まれないということです。ここ重要ですね。もう一回言いますよ。自分の主観的な感情に巻き込まれないため、これが重要です。例えば僕たちはつい自分の嫌なところやできていないところ、欠点ばかりが目について自己嫌悪とか自己否定に陥ることがある人も多いと思います。実はこの時点で自分の感情に巻き込まれていて、事実を客観的に見ていないという形になっちゃいます。例えばですね、その2ステップの例、気づきと需要の2ステップの例ですが、例えば雨の日に出勤しますって言った時に、ステップ1としては気づきなので、心の声として、ああ雨だな、雨だから出勤したくないなっていうのが気づきだったとします。で、ステップ2は需要で、否定の心、雨だから出勤したくない、自分なんて、こんな雨で自分が出勤したくないとは、なんて自分はダメなやつなんだっていうのは、これは当然自分を、主観的な感情に巻き込んでいるわけですね。なのであまり良くない自分の心の声を受け入れちゃってます。需要の心の声としていいのは、あ、今雨だから出勤したくないなって思ってるなだけでいいんです。これが自分を受け入れる声として、すごくいい話なんですね。やっぱり自分が、思っていることをちゃんと受け入れてあげないと、やっぱり自分を否定する自己否定ばっかりしてしまって、どん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 その負のスパイラルに入っていきます。それが良くないんですね。人は強い感情、特にネガティブな感情が起こると、それに入り込んでしまって客観視できなくなってしまいます。そこから不要なストレスやトラブルが生まれて、注意散漫になっちゃいます。マインドフルネスは事実と感情を切り分けて、ありのままを受け入れることの練習になるんですね。忙しい脳っていうのはケアをするためにはとっても必要な観点ですので、ぜひ覚えておいてください。内面を観察する習慣がないと、どんどん気づく力、
アウェアネスですね、が下がっていき、自分の感情をうまく言葉に表せなくなってしまうのです。結構そういう方すごく多いんじゃないかなって思うんですけども、やっぱり自分の感情をなかなか出せない方って多いと思うんですよね。それはですね、おそらく相手にどう思われちゃうかとかですね、でそう思われちゃったら自分をまた否定してしまったりするので、そういうのが怖くてできなくなっちゃうんですね。はい、僕もそんな形はあったんですけども、今は少しずつそういったのがなくなってきてる感じがします。ということで、日々の生活から自分がそう感じている、思っているという感覚を正確に捉えて言葉にしてみること、つまり、それが語彙力を高めるということになります。そのまま自分の感覚を正確に捉えるプロセスを抜かしてはいけないということなんですね。僕自身かなり気をつけて感覚を捉えるようにしています。ぜひ感覚、あとはそれについての動作ですね、一つ一つを楽しんでいってもらって、新しい発見をしてもらうといいかなと思います。自分を受け入れてみるってことですね。今僕はこう頑張ってラジオを配信してますが、なんかこう喉が渇くなとかですね、口が回らなくなってきたなとかですね、いろいろと思いながらやってるんですが、それも受け入れながら、やっています。ちょっと聞きにくい言葉になってくる時もあるんですが、ご了承ください。はい、というわけで今日は内容が以上です。いいなって思えたら周りの方にシェアしていただけると嬉しいです。またいいねマーク押していただくと励みになります。今日もラジオを聞いてくださってありがとうございました。では良い一日を。